皆さんこんにちは、一品館の清原です。今回の一品館オーディオ情報チャンネルなんですけれども、少し前にですね120万135万円、というですね非常に高価な、カートリッジと最高級のアナログプレイヤーのねシステムを、紹介しました。今回はですね、そのですね全く反対が最も安いアナログプレイヤーですね、レコードプレイヤーのシステムを紹介していこうというふうに思います。ここに置いておりますのはデノンからですね現在発売されております4つのプレイヤーの中の3つですね。安いものから DP29F こちらが13,000円、そしてこの銀色ですねこれが DP300F 36,500円、そしてこの黒いものが DP400 ですね、こちらが49,000円というふうになっています。でこのですねあの間にですね DP200USB 3万円というものがあるんですけれども、まあ、それはですねこのプレイヤーに USB メモリへの直接録音機能がついたと。でしかもですねそれはまああの MP3192 という、まあ、はっきり言って あまり音がよろしくないフォーマットへの録音ということで、まあ、特殊な我々から見れば特殊な用途で3万円、これよりも1万7000円高いということで、それはちょっと今回外しています。はい。で今回のですね録音なんですけども、臨場感ライブ感を高めるためにですね、空気録音で行っていこうと思います。で空気録音に使うアンプなんですけれども AirBow の PM6007ES-Live、12万円税別のプリメインアンプですね。でスピーカーがですねオーディオプロの FS20 ピアノブラック、残念ながらこのピアノブラックは売り切れてしまって、ウォールナット仕上げですね、あのシートを貼ったウォールナット木目仕上げのものがですね、ウォールナットじゃないな、木目仕上げのものがですね現在9万5000円今日税別で発売されておりますので、まあ、それがなくなれば一応これはですねあの500セット以上注文して作らないといけないし、今回注文するとかなり値上がりするということで、ポークですとかクリップッシュっていうあの安くていいスピーカーが出てきた今、まあ、これをですねもう一度再生産するかわからないので、もしあの廉価でですねあのいいスピーカーを考えているということであれば、この FS20 のですね木目調仕上げですね、こちらを10万円以下で購入なさるっていうのは非常にいいと思います。ということで、まあ、これはあの木目調仕上げではありませんけど、ピアノブラック仕上げの FS20 ピアノブラックですね。でここにですね、22万円のですね販売価格の AirBow の ND8006 スペシャルという CD がかかって、まあ、USB 入力とネットワーク入力がある、まあ、CD プレイヤー兼 DA コンバーターを置いておりますけれども、これはまあ一番最後にですね、まずプレイヤー DP29F 聞いて、そして 300F 聞いて、400聞いて、そしてその最後にですね DP29F これを使ってですねレコードと CD やネットワークの音を聞き比べていこうという時に、このですね ND8006 スペシャル22万円を使っていこうかなというふうに思います。でスピーカーはですねこちらですね、FS20 ピアノブラックの、空気録音ですね。今回電気録音はやらずに空気録音で皆様に聞いていただこうというふうに思います。それではまず簡単にですね聞き比べる今回のレコードプレイヤー、この違いから紹介しておこうというふうに思います。まずこの DP29F なんですけれども、先ほどから申し上げてますように、販売価格現在売っているのは市場価格は13,000円税込み法というなんてもうあのカートリッジも買えないぐらいの値段じゃないのっていうプレイヤーなんですけど、このようにですね、まあ、ダストカバーがあってダイナミック型のですねバランスのストレートアームの先にですねカートリッジ MM カートリッジもついております。でこれフルオートプレイヤーで、こちらが回転45回転と33回転、そしてこれが盤面の大きさですね、 LP サイズと EP サイズの切り替え、それこれを押すとプレイ、これを押すとストップということで、まあ、レコードをセットして蓋を閉めてしまえばあとはもう手を触れなくてプレイもストップもオートストップもできるという非常に便利な、まあ、これで音が良ければ万々歳というあの13,000円のプレイヤーです。で次にですね紹介していくのが、この DP300F ですね、まあ、こちらだいたい市場価格 36,500円税込みあたりで売られております。こちらもですねごめんなさい、3種類ともあのベルトドライブ、こちらフルオート、これもフルオートのベルトドライブの、プレイヤーです。違いはですねこれがまあターンテーブルが、まあ、プラスチックの一体型に関して、これはあの4ミリのですね、成形材、木が使われているということが、大きく違いますね。
ストレートアームがついています。そしてあとこれこのモデルからカートリッジ交換が、カートリッジが外れますので、このようにカートリッジ交換ができるようになります。ただしこのストレートアームの場合、L 型に曲がったこのヘッドシェルを使わないといけないので、ヘッドシェルは専用のものをデノンから買うということになります。でカートリッジが交換できる、フルオートであるということですね。で、フォノイコライザーアンプが全てのプレイヤーで内蔵されておりますので、フォノイコライザーアンプのない、今回これはフォノイコライザーアンプを備えているプリメインアンプでありますけれども、ラインから入れて、もうこれをですね直接アンプにつないだらどのような音がするかという検証をしていこうと思います。こちらがですねダイナミックバランスというのに対して、こちらも300も400もこのスタティックバランスというね、後ろにウエイトがあって自分でこの振圧を調整していくようなバランスのより本格的なアームになっています。で DP これが400ですね。違いはですね、この見て分かりますように美しいですね、仕上げがね。で価格の方はですねグッと上がって、グッと上がってということもね、49,000、約5万円、こちらが13,000、こちらが5万円ということで、かなり値段の方は上がってきますね。でこちらはですね S 字の、アームがついていて、このようにヘッドシェルが交換できるんですけれども、カートリッジごと。でこれはですねお好きなヘッドシェルやカートリッジを使っていただいて大丈夫ですね。であとアンチスケーティングというのがこちらはついているんです。これにはアンチスケーティングは備わっていないですね。でダストカバーなんですけど、これすごく特殊でですね、このようなダストカバーをここの上にですね載せるようになってます。なのでカバーをつけても、ターンテーブルの上にカバーが乗ってるだけなので、こうあんまりこうアームに当たるので、アームの保護効果っていうのはここに出っ張りがあってね、それが本体に当たるので、アームも若干保護されますしということなんですけど、他の部分は出っ放しになりますね。でこの外した、ダストカバーはですね、このように立てるスタンドがついています。でこのスタンドはですね、ここにレコードを立てれば、レコードもジャケットごと立てることができるというようなスタンドがついています。はい、ということなんですけど、それぞれのプレイヤーのですね、より細かいところはそれぞれのプレイヤーの紹介の動画で説明しようというふうに思います。で動画はこの全般的な概要説明の動画、そして、各プレイヤーの紹介の動画、そして、この DP2KF を使ったデジタルアナログの比較などなどですね、を準備しておりますね。それでですね、この今回のですねアナログプレイヤーの比較なんですけど、このデノン以外のメーカーも全て用意しております。オーディオテクニカから3モデル ATAP60X 13,000、ATLP3XBT32,500円、ATLP79,000円、そして TIAC のですね TN350SE37,000円、TN3BSE47,500円、TN4DSE64,000円、TN5BB ですね177,000円、そして、TN400BTSE ですね。今回これ X っていうのが発売されたんですけど、違うのはですねプレイヤーの部分ではなくて、Bluetooth で飛ばす部分の規格が良くなったというだけなので、今回一つ前の TN400BTSE を用意しております。はい、それでね今回引いていくこのシステムのケーブルなんですけど、電源ケーブルは KDK の OFC で統一しています。でスピーカーケーブルはですねエアボーの SPK100 ですね、こちらメーター2000ほどのものを使っています。で聞いていくレコードを一応簡単に紹介しておこうと思います。まずですねこの山下達郎さんのですね、ムーングローというアルバム目から A 面の1曲目の夜の翼で、2曲目ですねスティービー・ワンダーのですね、インスクエア・サークルというアルバムの中から、これも A 面の1曲目のパート・タイム・ラバーを聴いていこうと思います。これはデジタルマスターのレコードですね。そして、クラシックですね、このセルジュ・シェルビダッケ式のですね、展覧会の A ですね、こちらを聴いていこうと思います。ジャズはですね、1曲目、マイルズ・デイビスのセブン・ステップス・トゥ・ヘブンですね、こちらをですね、聴いていこうと思います。これね、セブンステップス・トゥ・ヘブンを聞きたかったんですけれども、プレイヤーがですね、このフルオートの、特にこの F
というかこの、 DP29F がですねフルオートで、まあ、事実上ですねこのレコードにこの針をですね持っていくというのが非常に難しくて、ここにね出っ張りがほんのもう5ミリぐらいしかないんですよ。でこんなので持っていってやるっていうのは非常にレコードを傷める危険があるので、1曲目を聴いていきます。ベーシンストリートブルースというのをね聴いていきます。そして、5枚目ですね。これはですね、ダイレクトカッティングの音がいいレコードですね。アンバートンさんのサンマーザースプリング、これも A 面の1曲目ドリームアリトルドリームオブミーという、あの以上5曲をですね、まあ、全部聴くんではなくて大体まあ数分程度に短くして聴き比べていこうというふうに思います。各メーカーから非常にたくさんのモデルを持ってきてそれぞれ聴き比べていこうと思いますので、まあ、何本かかなり本数の多い動画になると思いますけれども、入門のですねアナログプレイヤーの音がどのようなものなのかっていうのは、この動画全部見ていただければお分かりいただけると思いますので、お付き合いの方よろしくお願いいたします。